So.
それよりなんか年下だ。おい、お前邪魔すんじゃねえよ。後悔するなよ。攻めますよ。ここは任せて。どうした？スリー！ついてこれる。調子乗ってんじゃねえぞ。調子が出てきたな。シャンパン入りました。悪く思うな。容赦しない。これ使おう。合わせますかね。仕留める。まあ、このまま悪くない気分だぜ。鍛錬の成果だ。これが俺の真骨頂。人生これ成長ってな。足が軽いぜ。こんなことあったな。懐かしいな。あれ？なてめえ。見下せて当然だと。やっつけてやる。かかってきやがる。ついてこれますかね。恥かく。プレゼントだ。俺の番。ここは任せて。これ使おう。始めましょうか。悪く思うなよ。攻めますよ。そら。あいつが行くぜ。シャー。ここまで。手数がいるな。どこ見てんの。結構調子いいかも。見せてあげる。仕留めましょう。やるか。狙いはそこです。外しゃしない。
そう重いぜ。いい戦法触れてやる。ここは任せて。スリア、帰ってらっしゃい。やるのか。かわせますかね。悪く思うな。加減できねえぞ。結構調子いい。うえ、回復打ち返すぞ。よし、暴れるか。付き合うぜ。どこへ。すっ、うら、手加減はな。帰ってます。容赦しない。さらにお役に立ちましょう。また強くなっちまった。素直に喜んでおくか。見下せて当然だと思ってんだ。さあ、てやりますか。ついてこれますかね。覚悟しろよ。やっつけてやる。俺の番か。ついてこれるか。結構調子いいかも。おじけづきましたか。さっさと来い。かかってきなよ。見せてあげる。くらえ。なんだって。星が出てきたな。ここまでだ。攻めますよ。体が重い。ついてこれますかね。見とれないでよね。またいい男になっちゃった。よう、ユキ。あ、キリュウさん。初めて見ました、フォーシャイン東京。本当にフォーシャインが東京に進出するんですね。潰れそうになっていた自利品の弱小キャバクラがここまで来たと思うと感慨深いです。お前は関東進出には反対だったんだろう？うん、うん。反対じゃないですよ。ただ勇気がなかっただけ。フォーシャインという大切な場所をもし失敗して失ってしまったらどうしようって、それでできなかっただけだから。小雪ちゃんはすごいですよ。ちゃんとリスクを背負って勇気を持って踏み出した。結果はどうなったとしても彼女の一歩は尊いです。ふん、そうだな。やあ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 、この前はよくもやってくれたな。誰です？お友達ですか？そう見えるか。オープン初日は店の未来を占う最重要日。その門出をぶち壊しにやってきたぜ。ユキ、下がった。
こいつらに東京の厳しさ今度こそ教えてやるぞ。行け。今日は後悔するなよ。悪いんだよ。ついてこれますかね。かかってこいよ。ついてくれる。来い。かわせますかね。行くぜ。手数がいるな。また成長しちゃった。やっぱりダメだった。さて、軒先の掃除は済んだな。店内の様子を見に行こう、ユキ。はい。こんにちは。すみません、まだ開店前で。って、ユキさん。やっほー、小雪ちゃん。なんか大変だって聞いたから手伝いに来たよ。もし邪魔じゃなければだけど。邪魔だなんて、そんなわけないじゃないですか。でもお店が忙しいんじゃないですか。ああ、それなんだけどね、めちゃくちゃ忙しくないの、見え張ってただけ。すまんすまん。あ、本当なんですか。ああ、本当だ。本当に暇そうだったぞ。耳が痛い。ユキさん、どうした。会いたかったです、ユキさん。ユキさんがいないと私やっぱり寂しくて。小雪ちゃん、私も会いたかったよ。よく頑張ったね。さて、そろそろ開店だろう。準備をしないといけないんじゃないのか。そうでした。ユキさん、お手伝いお願いできますか。もちろん。じゃあ久々にキャバ嬢モードに変身しちゃいますかね。うわー、超楽しみです。さささ、こちらへ。ちょっと待っててくださいね、キリュウさん。ああ、お待たせしました。どうですかね。綺麗だ。本当に素敵です。ユキさんがいれば100人力です。でも今日はオープン初日でしょ。回すにはエース級がもう一人くらい欲しいところね。うーん、
誰かいますかね。エース級キャバ嬢か。一人心当たりか。え、本当ですか。お願いします、紹介してください。わかった、聞いてやるよ。何かと思ったら、まさか桐生さんにキャバクラに呼び出されるとはね。このお方は？ああ、俺の仲間でサイコっていう、横浜でキャバのママをやってる。小雪です。サイコさん、わざわざお呼び立てしてしまい申し訳ありません。ユキです。桐生さんとは昔からの知り合いで。ユキ、小雪、もしかして蒼天堀ナンバーワン店舗フォーシャインの伝説のキャバ嬢ユキさんと小雪さんですか。え、あ、はい、まあ。あ、すごい、本物。ユキさんの出したキャバ経営の本めちゃくちゃ読みました。あ、それはどうも。お前、いつの間にそんなの出してたんだ。いや、成り行きで、若気の至りです。でも、こんな風に読んでくださる方がいたなんて嬉しいです。あの、紗友子さん、私たちオープン初日なんですけど、諸事情で人手が足りなくて。申し訳ないんですが、お手伝いいただけませんか。お礼はさせていただきますので。もちろん、私でよければ勉強させていただきます。ユキさん、小雪さんと一緒に店回せるなんて光栄です。やった、ありがとうございます。これでなんとかキャストは足りそうか。はい、桐生さんのおかげです。でも、もう一つだけ足りないポストがありまして。まだ足りないポスト？まさか。いやー、やっぱり桐生さんは黒服が似合いますね。懐かしいな、この感じ。あの頃を思い出しますね。素敵ですよ、桐生さん。すみません、男性スタッフも足りてなくて。今日はよろしくお願いしますね。っていうか、桐生さん、フォーシャインの黒服もやってたんですか。なんで。これだけ長く生きてるといろいろあるんだよ。まあ仕方ない、乗りかかった船だ。どうせやるなら派手に出航するとしよう。はい、そろそろオープンの時間です。よし、行くぞ。フォーシャイン東京、オープンだ。さすが関西の名門フォーシャイン。みんなお疲れ、よく頑張ったな。桐生さんもお疲れ様でした。ユキさんもサエコさんも本当にありがとう。今日を乗り切れたのは皆さんのおかげです。私、ユキさんからオーナーを引き継いで、オーナーが変わったからフォーシャインはダメになったとか言われたくなくて、だから焦って関東進出をしたり、結構無理をしてしまったのかもしれません。なんか巻き込んでしまって申し訳ないです。私ももっとユキさんみたいにうまくできればいいんですけど、力不足でごめんなさい。小雪。何言ってるの、小雪ちゃん。
あなたは私がひよったことにも勇気を持ってトライしたのよ。それはとっても素晴らしいこと。私にはできないことだわ。確かに私にできて、あなたにできないこともまだまだあるのかもしれない。でも私にできなくて、あなたならできることも星の数ほどあるはずよ。だから小雪ちゃんは小雪ちゃんらしく、あなたにできることを精一杯やればいい。私の真似なんかしなくてもいいの。そんなことしなくてもあなたは魅力的だし、実力もある。私が保証するわ。だから自信を持って自分の好き勝手輝きなさいね。ゆきさん、ゆきさん、おっとできな人ね。伝説のキャバ嬢と言われるのも納得だわ。ああ、俺もそう思う。皆さん、今日は本当にありがとうございました。これからうまくやっていけそうか。はい、キリュウさんのおかげで嫌がらせもなくなりそうですし、一生懸命大好きな放射員のために私なりに頑張っていきます。もしよかったらまた遊びに来てくださいね。サエコさんも喜んで。小雪ちゃんファイト。なんだか負けてられないな。私もお店頑張らなくちゃ。そういえばユキさんのお店って何なんですか？ずっと教えてくれなかったですけど。ああ、まだ知らなかったのか。チラシ寿司屋だ。え？チラシ寿司屋？なんでまた？まあいいじゃないの。長く生きてるといろいろあるのよ。今のところ全然全くマジで流行ってないから、フォーシャインを見習って頑張るわ。ユキさんのお店が流行ってないなんて私許せません。私が毎日通いますよ。朝昼晩1日3食チラシ寿司にします。やっぱりそう言うと思った。いいからいいから、それより自分のお店頑張ってね。はい、じゃあお別れだ。元気でな。あ、どうした？どうせですから最後にあれやりません？あれ？はあ、あれか。いいですね、やりましょう。サエコさんも一緒にね。あれ、ああ、ユキさんの本に掲載されてた写真のあれですね。仕方ね、最後だしな。やろ。よし、じゃあ行きますよ。皆さんの今後のご多幸を祈って。1 2 3